ようございますと言っても昼です。はい、ぼーっとしておりました。今日は、もう本当に春みたいなね、天気なんよ。こっちも、お春日和みたいになっておりますが、ぴったりですね。小鳥さんが、鳥がいなかったな。ビンちゃん待ってたのにな。はい。手ぬぐい入りと、サラサラのモスの長襦袢と、はい、こちらお初にお目にかかりますね。面白いから、ね、古文柄ですね。ウールですね。はい、ウールの一重です。こちらも、昨日も着た着物と同様、こっちのね、この着物をいただいた、高校生の男の子が、送ってくれました。はい。やっぱ着物着てるとね、着物寄ってくるみたいでね。でも男の子だと女物もらってもどうしたらいいのみたいになって、それでまあそれでまあじゃあ送ってもらおうかみたいな感じだったんですけどね。このウールは、昨日着たウールと違ってサラサラですね。どっちかっていうとちょっと化繊が入った感じのウールで、洗ったんですが全く縮みませんでした。乾きも早いし、ウール臭もそこまでしない、いわゆる使いやすいウールですね。こういうちょっとサラサラ系のウール、探すといいですよ。間違いなく洗えます。縮まんし、あとまあそこまであったかくはないけど結構長い時期着れるっていうのもありますからね。私木綿の着物が手元になかった頃はこの手のウールはすごいヘビロテしてました。結構暑いなと思いながらも5月ぐらいまでは着てましたからね、普通に。まあこっちの5月だからね、なんとも言えないですけどね。大阪とか愛知県とかは無理よ、絶対絶対無理。でも北海道とかだと全然大丈夫だと思うの。日本海側とかね、そんなに暑くなんないじゃん。まあ、でもね、こう暑くなってる、なりだしてる地域の方たちの方がちょっと栄えてるところに住まわれてるので、どうしても情報を流す人たちがそっち側に多いんで、全体的に暑くなってる暑くなってるって言うけど、さしてそうでもない地域もあると。日本は細くて長くって田舎が多いので、声なき人たちも消費者だっていうことを分かって、製品を作ってほしいなと思いますね。うん。まあ、それで、まあ、私のとこに嫁に来た子です。サイズもぴったりですよ。どうですか？これはちょっと落ち着いた感じの顧問ですが。ちょっと、いいですね。私の持ってるちょっと華やかなさらっとしたウールの着物と違ってちょっと落ち着いた感じで、これから年を取っていく私にとっては、まあみんな年取っていくんだけど、いい年が近づいている私にとってはなかなかいいなと思うんですけど、ちょっと裾にね一箇所虫食いがあって、そこが避けると困るなと思って、なんか対策しなきゃなと思いながら何も対策せずに今日来ました。まあ1回2回でそんなボロボロになるわけじゃないんでね、大したことはないんですけどね。なんだろうね、洗っておいときゃね虫なんて来ないんですけどね、こういう生地はどっちかっていうと。昔は洗剤もね強かったしね、洗濯機もね結構洗いが強かったんでね、今と違って優しく洗えないから
洗えない生地が多かったのかもね。ネットとかもそんなに、洗濯ネットとかもねなかったよね、昔洗濯ネット。そんなね、今どこにでも売ってるけどね、300円ショップとか超かわいいのいっぱい売ってますよね。あとあのバッグ型になってるやつとかね、あのスポーツジムに持っていける感じで。で今日は、お家の中におります。はい、帯は、博多半幅帯でございます。こちら黒ベースにしました。ちょっとね色がガラガラガラって入って、こっちもガラガラガラって柄と柄なので、ちょっと落ち着かせたくて黒持ってきました。で帯締めが3部で焦げ茶、黒に近いけど焦げ茶ですよ。焦げ茶も結構使いやすいです。うん、あの真っ赤な3部もよく使うんです。真っ赤とあと紫と焦げ茶は割に使いやすいですね。はい、で帯留めが、はい、九谷焼きです。青空の中に桜がポッと乗っております。こちらにします。まあね、同じ作家さんが作ってくれたやつなんですけど、ちょっと襟にほら襟の水色と合わせました。三部紐ってね、掘り出すとキリがないんですけど、案外使える色っていうのは無地だったりすることが多いんでね、私も一個柄のあるけど、まあ、使いづらいですね。割に細いんで、暗い色でピシッとした感じの方が使い勝手がいいかなと思いますね。いや、いくら紐とはいえね、もう無限に集めることはめんどくさいのでね。案外凝らない色が一番いいみたいな感じかな。原色に近いような、うん、ちょっとなんかね、草色っぽい緑とかはちょっと使いづらいですもんね。細い割に浮きすぎて、うん、三部紐も私もでもあの安いシリーズしか基本買ってないんであれですけど、あんまあの中古では三部紐で回ってないのでね、三部紐に最初憧れて、でも三部紐、私が着物着出した頃売ってなくてね、どこにも。近くには高級呉服屋さんしかなかったから、だからしょうがないからね、リボンで三部紐の代用してましたよ。もうふにゃふにゃになっちゃうけど、まあいいやみたいな感じで使ってましたよ。今はね、いっぱい出回ってますけどね。でまあ三部紐ってそんなに私つけないんで、割にいつまでも新品でいてくれるかなって感じですね。三部好きな方はね、ずっと三部なんで、そうなるとちょっといいやつじゃないと痛むのかなと思うんだけど、私みたいなぐらいしか使ってない人はそんないいの買わんでも全然大丈夫っすよ。結んどきゃいいんでね。最初ね、この三部紐のさ、最後ここ私今蝶結びに適当に軽くしてるけど、このね終わりの仕方がわからんくて、何探しても出てこんくて、最初の頃すごい悩んで、母親に聞いたら知らんって言われて三部紐なんて使ったことないって言われて、せやねみたいな、見えんねんし中で隠しときゃいいんじゃないわって言われて、そうやねみたいな、結局そうだったんですけどね。まあまあ適当な感じでいいですよ。はい、今日こんな感じです。おお、ちょっと渋いね、渋いでしょう、茶焦げ茶、着物と合いますね。こんな感じでございます。あ、なんかうん、
いいね、サラサラウール。はい、今日は、新しい着物です。どうかな？似合っとるかな？はい。水色の手ぬぐい半襟と、はい、いただいた、送ってきていただきました。こちらの、ウールの着物ですね。このウールの、ちょっとこの、なんていうの？これ。染め？ですよね。この、ちょっとだけポリ入ってる感じ。なんか、ポリっていうのかな、化繊が入ってる感じがしますね、サラサラの。で、帯が、博多半幅帯でございます。で、パキーン、水色だよ。はい。で、足元緑でちょっと着物に合わせております。はい。ポイントにね、水色持ってきております。そして頭も実はここをめくれて、はい、濃い青ですね。春待ち人になっております。今日はこんな感じで過ごしたいと思います。あ、近くにビンちゃんが来ております。ビンちゃん、ビンちゃん、ひなたぼっこやめた、伸びおせた。うん、そうなん。ビンちゃん見せましょうか。はい、ててててててて、はい、ビンちゃんです。ビンちゃん、さっきまでね、ひなたぼっこしとってん。で、風にも当たって気持ちよさそうにしとったんやけど、多分、のぼせたね。質問が来ておりましてですね、背中にシワが寄ると。どうしたらいいっすかっていう質問。もう来て1年ほど経つらしいんですけど、着物ね。たまたまバックショット撮ったらシワシワだった。で、おはしょりを引っ張ってもそのシワが治らないというご質問、お悩みです。皆さんはどうされてますか？まあ、シワがあれば引っ張るんですけど、まず、ちょっと背中まっすぐにしないとね、こうやっとったらシワはずっとシワになってますからね。で、体、首が中心だとしたら、こういう感じで引っ張る。引っ張るとしたらね、紐をね、ここね、真下に引っ張るんじゃなくて、ちょっとこう、前に出すような感じで引っ張っていくんですね。こう、ピュ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 ってやって。ちょっとこの中に最終的に入れていくので、シワはね。で、あとは多分着てて、背中にシワが寄りやすい方によくあるのが姿勢の問題ですね。着方というより、ちょっと肩が内に入っている方とか、こういう猫背っぽい方とかが結構シワが残っている方が多いので、まっすぐ立って肩の力をふって落として、その状態で、折るとシワにもならず体も楽だと思います。あとは引っ張っても治らないっていうのは、単純にちょっと伊達締めがきついのかもしれないですね。伊達締めでストップかかってて、なかなか開かないのかもしれないので、伊達締めギュッとするときに気をつけたらいいと思うのと、あともう一つ思うのが、帯を締めるときに肩が上がって帯を締めてると絶対背中シワ寄るんですよね。こうやって脇の下あんまり広上げないでやれば肩のシワって上がってこないんですけど、こうやって上げてこうやってやってると、どんどんここに布溜まってくんで、帯を締めるときに脇をここより上に手を上げないように、脇をあんまり上げないように、ここら辺でシュ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 ッとすると楽、全然背中に、シワが寄ったりしてこないので、もしかして帯締めるときにちょっと、
腕が肩から上がりすぎてるのかもしれないですね。着物を着るときって基本的に着物のときって肩あんまりこうグッと上げないんですよね。上げるとここすごいシワシワになるので、後でここをめっちゃ直さなきゃいけないっていうね、ここからね、それがちょっと面倒なんであんまり私もしないんですけど、まあ、仕事の時は上げますけどね。だから結構おはしょりぐんぐん上がって、ぐんぐん上がってここペロンペロン出てますけどね、もう授乳するのかぐらいここペロンって出てる時とかありますけどね。まあ、あの出たら出たで下げればいいで、そんなに言うてそこまで気にする必要はないかなと私は思いますね。あのちょっと嫌だなと思ったら、まあその伊達締めちょっと緩くしてちゃんとここ引っ張れるぐらいの余裕をつけるといいかなと思います。どうしてもシワ取れない場合、ここ見えるかな、手ここに手入れてしまえばいいんですよ。手入れてここからグッてやれば綺麗に伸びますから、うん、帯の伊達締めの中に手突っ込んじゃえば綺麗に入りますよ。はい、こんな感じですね。そんな感じ、どう？その答えでちょっとはなんかヒントになったらいいなと思いますね。あとはもうそのあの動きでシワになることっていうのはありますし、ちょっとこうやってしゃがんだりとかいろいろしてるとね、あの全くシワがないピンピンの状態で1日は絶対入れないし、私なんてあの利き手が逆なので左利きで何でも動かすので、ものすごくこっちの襟は下があるんですよ。下がってこう引きけてきちゃうんです。どうしてもこういう動きが多いみたいで、だ着物と反対の動きになるので、あの右利きの人より襟元の着崩れが激しいんですよ。だからよく多分私と会った方はよく見てると思うけど、襟元こうやって直す癖が結構頻繁に見ると思うんですけど、あの普通に直しながら生活してます。あんま気にしてないですね。で自分は利き手が逆だからそうなるのはしょうがないっていうのは分かっとることなんで、あんまり気にしてないんですよ。なんで例えばそのね、背中にあのシワがっていうのでもう肩がちょっと前出てるからしょうがないかなとか、なんかそこら辺のあの何でかが解決すればそこまで不安になったりがっかりしたりっていう気持ちはないと思いますね。うん、だって私は左利きですしね。いや両利きなんやけど、G だけが右なんで、あとは全部基本的に左なんですね。だから掛け合わせとは逆の動きになってるので下がってくるのは当たり前ですし、それを恥じてはいません。はい、そんな人もおるっていう感じですね。うん、全然恥ずかしいとも何とも思ってないですよ。自分の左利きっていうことに対してのなんだろうな、それに対して恥ずかしいとも思わないし、まあ、昔は相当コンプレックスでしたけどね。うん、コンプレックスなのは左利きが恥ずかしいんじゃなくて、左利きを認めてくれないっていうことがすごくコンプレックスで嫌だった時期があったんですよ。小学校の時とかね、学校の先生とかそうじゃないですか。だから、まあ、私らの時代は特にそうだったんですけど、だから嫌だったっていうだけで、左利きの何が悪いって感じなんで、別にそんなのは気にしなくていいと思いますよ。ちょっと直して、その直しづらいっていうのは多分伊達締めがちょっときついんだと思うんで、もうちょっと伊達締め緩くしたらいいんじゃないかなと思いますね。うん、きつくしたら下でね、結局ねシワになったとこ直しづらいんでね、そこら辺はちょっと加減をしてみてください。あんまりきついのに無理やりガッて引っ張ったら着物破けたりとかもあるんでね、気をつけてくださいね。でもう一つね、着物を多分これは初心者さんの、ご質問ですね。広襟の着物の着方の質問が来てるんですよ。で、
ですね、ちょっと待ってくださいね。ただいま、ひろゆりの着物、打つ途端着物をお出ししますね。はい、じゃあ私の持ってる、まあ、ひろゆり仕立ての紬ですね。お二つあるんですけれども、はい、見て見て、私の動画をかなり見られてる方はご存知さんだと思うんですけど、言わない、後でまた畳むかこれね、畳むのがね、結構めんどくさいんだよね。ん？何？りんちゃん！りんちゃん、上乗ろうか。はい、どうぞ。おいてててて、おいてててて。はい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 。はい、りんちゃんも乗ってきましたね。あります。こっち直した方なので最近の作りですが、りんちゃんそこで詰めとくの。こっちは、直したとはいえ、なんていうのかな、はかけのちょっと付け替えだけしたので基本あの作りを変えていません。広襟で、その方が広襟の合わせ仕立ての着方っていう、合わせ仕立ての着物の着方っておっしゃってたんですけど、合わせ仕立てっていうのはただ単にあの裏地のある着物のことを合わせ仕立てというので、合わせ仕立てっていうのと広襟仕立てっていうのは違うことなので、そこをちょっとあの覚えておいた方が話が混同しないかなと思います。合わせ仕立てっていうのは単純に着物に裏地があるということですね。はい、表の着物の裏に全部裏地がついているのを合わせ仕立てと言います。で、一重仕立てというのは裏地が全くついてない着物のことですね。だから裏地があると裏地がないに関して着方が違うことは全くないのです。で、何がその言いたいのかっていうと、多分襟のことを多分伝えたかったんだろうなと思うんですけど、襟には2つあります。バチ襟、普段着におすすめですね、着るのに楽なバチ襟仕立てで、もう一つが高級仕立てと言われてる広襟仕立て。広襟仕立てっていうのは襟が広いの。これがね、どこ、ここあ、ここだ、ここがね襟なんだけど、襟がこんな広いのね。で、折らないと切れない。で、昔のこれリサイクルの昔のなんで、まあ、こうやって折って切るんだけど、ここに紐がついてるパターンがあるんですね。こうやって紐ついてるやつはここ蝶々結びすればいいよ。蝶々結びして使えばいいよ。うん。で、これは2つに折って襟をこうやって折って切るんですね。多分これの着方のここの襟がどこまで折ればいいかわからんっていう話やと思うんですけど、で、今のだいたい主流の広襟仕立てっていうのは、ここにボタンがついとって、スナップボタンがね、止めて使えると。で、これ大昔のリサイクル品で
ここのスナップボタンが錆びてるのに出会ったことある方結構おいでだと思うんですけど、今のスナップボタンはあの鉄あの素材が違うので錆びませんよ。うん、そこだけはお伝えしておきます。はい、素材も改良されて錆びなくなったんで大丈夫ですよ、スナップボタンでも。でスナップボタンでこう留めるんですけど、留めたところはね完全に半分だからいいけど、ここからの先はどうするのっていう話だよね。ここ、はい、皆さんどうしてますか皆さんどうしてますか、どうしてますか、広襟仕立て着てる方どうしてますか。私は適当に折ってますよ。はい、今着物の上からビンちゃんピシ、着物の上から着てみますかね。あ、ビンちゃんの塩ついちゃったね。はい、こうなりますね。でここが二重状態ですね。でここをどこまで折るかちゅう話ですけど、まず、一番私も投稿を見てた、これはちょっと広襟の置き方がおかしいって思うのは、この帯までのところでね、襟が返ってない人、もう広くなっちゃってる方たまにいらっしゃるんですよ。あの多分すっごい小さいの無理やり着てるからだと思うんですけど、ここまで折っちゃうと胸裂けちゃうからこれ広げてるんだと思うんですけど、あの帯まではちゃんと折りましょう。いくらか広くなっても全然構わないです。ただ帯までは折ってください。この折れてないところが、このここからここで見えるっていうのは、あら、どうしたのかしらねって思われます。こういう感じですね。こういう風に着ないでねってことですね。ここ、いや着ないでねって着方しますよ。じゃあこういうことですね。ここもう帯もうここ重なってない、二重になってない状態ですね。これだと、あら、この人ちょっと襟変な風に着ちゃったねってなっちゃうので、もうちょっと折った方がいいんじゃないって多分、着物知ってる方ならあまりに目立つからちょっと言っちゃ いますね。あのもうちょっと折った方がいいよってもうちょっとっていうのは、その帯までのここの距離は折ろうねっていうだけなんです。その折り幅もなんて言ったらいいのかな、体のサイズ感によってちょっと広げたりっていうのをちょっと狭くしたりっていうのは、それはもう好みなんですけど、折りましょうっていうのは一つの目安ですね。だからこことここはしっかりこう感じでね折って、帯のここですね、帯のこういう感じでところまではちゃんと折りましょうねということです。で、裾に向かって若干まっすぐ折らなくてどんどん広がっていく感じで構いません。で、私はこれその時によってなんですけど、ここですね、ここ折れてない時もあれば折れてる時もあるんです。でこの着物は薄いんで折れてない時もあります。でこっち側は見えるんで、ちょっとこう先だけちょっとパキンってパキンってちょっと折ってる。でもこっちはちょっと折りづらいなって思ったら折ってない時もあります実際。でも折るとしてもほんとちょっとですね、こんな感じです。裏から見るとこっちの方がいいかな。こうやってね、あって私の折り線が残ってるのがここなんで、多分これぐらいで折ってますね。半分がここなので、それのさらに半分ぐらいですね。うん、多分3分の1ぐらい最後は折れてるのかな。折れてる時は、折れてない時もあります。で、ここのこうやってやる時に適当にここを半分にしっかり折れるので、あんまりここでぐちゃぐちゃは気に しなくても大丈夫かなって。まあ折れたら折りましょうみたいな感じですよ。ただあの
拾えりだとちょっとサイズが小さくても切れちゃったりするので、そこでギリギリこの幅で保ってるなら最後広がっちゃってるみたいなの時もあります。それは本当にその方の着物のサイズ感によりけりなので、ちょっと難しいですね。今伝えるのはこうですとは伝えれないけど、言えることは帯より上はしっかり折りましょうっていうことですね。うん、それで拾えり仕立ての着物は着れます。拾えり仕立てっていうのはね、いいことも多いんですよ。胸元がふっくら見えて高級感が出たりとか、あとはサイズが、ちょっとでっかくても綺麗に着れたり、ちっちゃくても綺麗に着れたりとかもあったり、あと胸が貧相な方がここをふっくら補正しなくてもね、綺麗なラインに見えたりするので、ちょっと面倒だなと思っても拾えりの方が体的に合う方もいらっしゃるんですね。ここが薄い方とかね、だからそれに合わせて、特にねこの着物なんて大島なんで薄い生地なので、拾えりだと襟はふっくらします。ただこれ私拾えりにしてと言ってないんですけど、間違って呉服屋さんが拾えりにしてきたんでバチでいいって言ったのにめんどくさいって思いながら着てますけどね。まあそういう間違いもあります。今大概は拾えり仕立てが主流なので、直す時にバチにしてってはっきり言ったんだけど拾えりになってました。私の場合はもう出しません、そこにははい、まあそれはいいんですけど、そうですね、その拾えり仕立てはちょっと癖があるけど綺麗に着たら着れるので、楽しく着たらいいんじゃないかなと思います。一時すごくウールでも拾えり仕立てが流行ったので、結構拾えり仕立てもまあ広まっておりますね、リサイクル関係の中でも。でも自分があえて作る木綿の着物とかは本当に着やすさ重視なのでバチにしてもらってますね、 100%。 鏡のないところで着ることもあるので、例えば温泉銭湯行った時とかね、脱衣場とか銭湯なんてさ、もう上がったらさ、もうさ結構のぼせてるやん。そこのぼーっとした状態で着るっていうことがやっぱり拾えりはちょっとね難しい、なんか考えなきゃいけないので、バチだとふん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 ってやってできるんでいいんですけど、そういう問題もあって、基本バチ襟で私はお願いしております。はい、なので、例えば拾えりを着ててものすごく拾えりが嫌だなって思ったら、例えば裏地が破けてね、このね裏地合わせ仕立ての着物っていうのは、まあ裏地がダメになることがあるんですよ。このね、はっかけのね、裾が裂けて、まあはっかけ短くしてとかっていろいろやれるんだけど、まあいろいろやっても、終わりが来たりするときに、洗い針って言って全部解体してね、着物洗ってっていう作業ができるんですね。直しの時にね、そういう時に、自分の寸法に直してもらったり、襟をバチから広襟からバチ襟に変えてもらったりっていうのは、結局は仕立てをしなきゃいけないから一回ほどくと、なので自分のサイズにするにもそのままのサイズに戻すにも手間は一緒なので、そういう時に直してもらうととても着やすくなるので、それまでいっぱい着ましょうみたいな感じですね。はい。ちなみにこれは本当にね、胴裏も変え、去年変えました。ずっと長い間ね、ちょっと広くでっかく着てた、でっかいの着てたんですけど、こんな変えて裏はっかけも付け替えて、相当やばい感じになってたんでね、はっかけも。あれはやばかったね。はい。まあ胴裏も黄色くなってたっていうのもあるんですよね。ここの脇のね、生地みが、私が来てからは洗濯出してたんだけど、その前からちょっとついてて表には当たんなかったんですけど、そ
ういうのもあって全部変えたんですよね。まあ、そういう感じで表地が生きてればいろんなことできます。で、証券だったら表地は新品で買うと結構高いし、あとは、紬に関してはすっごい紬が流行った時代のちょっと変わった紬っていうのは今の時代がないものがあったりして、そっちが好みの方は、私みたいに古い紬を大事に洗い張りしたりして着なきゃいけないかなみたいな感じになっちゃいますね。元は安いものばっかりなんですけどね、絹はどうしてもメンテナンス代がかかりますからね、そこら辺は、自分でここまではしようとか、ここ、なんかそういう区切りを客観的につけて、所有したらいいんじゃないかなと思いますね。で、それよりも、なんだろう、多くなったりして、手放さなきゃいけないなと思ったら、やっぱり手放すっていうのも一つの手だし、誰かに譲ったりとかね、いろいろなことが着物できますからね。そうなんです。なんで、必要なものを揃えていけばいいのではないでしょうか。着物が好きな方がみんな沼にはまるとは限らないんでね。まあ、スペックを上げていこうと思うと沼にはまりますよ。いわゆる着物の沼にはまるっていうのはそういうことなんですけどね。私はあんまりそういうのは、なんだろうな、まあ高い着物をがね、あるんですよね。高い着物からのスタートなんですよね。私金沢で育って生まれた人間なんでね、嫁入り道具もめっちゃいい着物を持たせてもらってるんでね、いらんのですよ高い着物は。あんまり、はい、もうそんな感じです。はい、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。はい、話が長くなっちゃいました。いろんな質問に答えてたら、ね、ビンちゃん。ビンちゃん。話長かった？かわいいね、ビンちゃん。ああ、ビンちゃんかわいいね。はい、ビンちゃんで癒されたでしょうか？最近ここのね、ここでね、爪研ぐの好きなんだけど、全然爪研げんと思うんやけど、ビンちゃんこれ。いいの、爪トゲンとかそんなんじゃないのね、ここで研ぐ感じが好きなのね。ここにはいっぱい手ぬぐいが入ってんだけどな、ビンちゃん。はい、今日こんな感じで過ごしたいと思います。よし、ちゃんと質問答えれたかな。はい、それでは着物畳もうかな。皆様良い一日を。